とにかくやりたくないことをやってる暇はないっていう。うん、そうやりたいことだけやって生きてくって、こう、光ったっていうか。すげえ。サラリーマンには絶対ならないって決めて、ただそこから何するか決めるまで、15年ぐらい多分かかったのかなみたいな感じはありますけど、漠然と。まあでもなんとなく、その、こうはならねえぞっていうのはなんかあったんでしょうね。起業を目指す人、086のビジネススクールへ GO!